セランはインドネシアバンテン州の州と、かつてハセラン県の公式な行政の中心地でもあった。バンテン州北部に位置している。バンテン州が設立される2000年以前は西ジャワ州にあった。セランは熱帯雨林気候に属しており、寒気はない。千の島が浮かぶジャワ海に面している。2010年の人口センサスによれば、 セランの人口は576,961人であり、バンテン州第三の都市である。最新の公式推計人口は643,101人である。セランはジャボデタベックの境界から約 15km の位置にあることからしばしば大ジャカルタと融合していると考えられている。PT ケルタ、API 線のセラン駅が所在している。トランス、 ジャバトールロードの一部であるザ・マラク、トーナングトールロードがセランを通っている。計画中の澄んだ海峡橋はセランからシレゴン近郊のマラクを経由して澄んだ海峡を渡りスマトラに至る橋である。セランはかつてセラン州の一部であった。2007年11月2日、セラン州は市となって州から独立した。セラン州は6つの地区に分かれている。 いかに2010年の人口センサスによる人口順に地区を示す。セランの紋章はという二つの要素によって成り立っている。ありがとうございます。